皆さんこんにちは、久しぶりの映画感想動画なんですけど、今回は映画大好きポンポさんを見てきたのでその感想になりますね。この作品アニメ映画なんですけど、6月3日から上映開始していて、現在3週目に入ってるところなんですけど、評価が高くてまだまだ上映の席が埋まってるような感じですね。映画館によっては週を追うごとに上映回数も増やしている感じで、僕も1週目から見てるけど、見るたびにもう1回見たいなって思わせてくれるような熱を帯びた作品でした。というわけで面白いんですけど、上映映画館が結構少なめな気がするので、お近くで上映しているなら運がいいと思って見に行ってもいいんじゃないかなと個人的には思います。映画制作系のお話なので、そういうのが好きな人はぜひぜひですね。というわけでまずはあらすじの方から話していきます。場所は架空の映画の都、ニャリウッド。そこで有名な映画プロデューサーポンポさんの下でアシスタントをしている主人公のジーン。ジーンは映画好きで過去作にも非常に詳しく、いやむしろ映画しかないと言っていいほどの映画好きで、いつか映画監督になりたいと夢を見ていたけど、その反面自分には無理だと思い込んでいるネガティブさも持っていました。そんな最中、ポンポさんに映画の予告制作を任され、編集の、いや映画制作の楽しさを実感していきます。そしてその予告映像は評価され、ある一本の新作映画を撮る上でジーンは監督を任されることになります。ネガティブな性格のジーンは監督として映画を作り上げることができるのか、そしてポンポさんの狙いとはっていったところが大まかなお話。僕はじめ正直どんな映画かわからず、あらすじから映画制作関連の作品なんだなくらいの気持ちで見に行きました。あとは評判の良さを頼りに見に行ったところはあったんですけども、それでもとっても面白いと感じることができましたね。つうか超熱い。実は見る前まではちょっと不安で、軽めの日常系作品だったら今の僕には刺さらないかなーなんていう懸念はあったんですけども、そんな懸念をひっくり返してくれる作品でした。ストーリー上映画制作に関することが多いんだけども、それが映画好きの僕には刺さりまくりましたね。構図、アングルといったカメラワーク、演技、そして編集の重要性などといった話は見ていてビリビリくるし、勝手ながらなんですけど、クリエイターの方々の心情、苦悩、そして喜びを分かち合えるというか、ちょっと垣間見させてもらったような、クリエイターでないような人にもその世界を見せていただけるような作りがとっても熱かったです。また夢を持っているけど社会的経済的に弱者である人たちの後押しをするようなお話でもあり、そういうところでも心動かされましたね。本当映画制作という枠を超えていろんな人を勇気づけるような作品になっているので、今現在落ち込んでいる人たちにも刺さるような作品なんじゃないかなって思いました。というわけでここからは大した予習もせずに見に行った僕がどのあたりでグッときたかっていうのをネタバレありの感想として話していきます。まず一番初めに、この作品軽い感じじゃないなって思わせてくれたシーンは、主人公ジーンが初めてナタリーを見つけるシーンでしたね。ジーンの目がカメラのようになって横断歩道の水たまりに飛び込むナタリーとその背景を切り取るシーンは本当に引き込まれました。ここ本当いいんですけど、その場面だけエフェクトもかかって音楽もガラッと変わって、短い場面ながら見ている人を作品に引き込むために非常に丁寧に作られたシーンだなって感じさせてくれるんですよね。この作品はただのドタバタじゃなくて、構図やアングルといった映像関係の魅力を伝えてくれる、そして映画そのものの魅力を伝えてくれる作品なのではって予感させてくれて、僕にとってはこの先を期待させてくれる非常にワクワクさせてくれるシーンでした。結局期待を上回ってきましたけどね。そしてさっきも言ったけど、映画においての編集とはというところもしっかり映画内で見せてくれます。構図、アングルの魅力も強く伝えてくれるんですけど、編集の重要性についてはより強く語ってくれていて、そこもこの作品でグッとくるところでした。編集によってどうすれば長く説明せず無理なく見ている人に伝えられるか、作品の旨味をどう伝えるか、俳優の魅力はなどなど、編集とはといったところ、その魅力をふんだんに詰め込まれているんですよね。そして編集という見た感じ割と地味に見えるシーンに対して、妄想的にだけどジーンに剣を持たせたり、マウスやキーボードをガツガツ動かして打たせたり、編集シーンにアクション性を持たせて表現させることで非常に高揚感を高ぶらせてくれるシーンになっていて、本当見応えありましたね。
あと日常パートに比べて編集シーンは集中している雰囲気やキャラの追い込まれている感じを出すため BGM をオーケストラだったりテクノ、アンビエントチックなものにしているので、そこは個人的にすごく良かったな、シーンに引き込ませてくれたなって思いました。まあ編集について言えば、編集シーンだけでなくこの映画大好きポンポさんという作品そのものの編集も凝っているなと感じましたね。特に時間経過なんかはテロップ挿入や映像の早送りを使ったり、時計の進み具合をカット割りで入れ込んだり、見ている人にああこれだけ時間が進んだんだって分かりやすく感じさせてくれるのがうまかったですね。無駄なシーンをできるだけ省いて重要なシーンをしっかり入れ込み、見ている人を飽きさせない作りには驚かされました。それもありしで上映時間も90分というコンパクトに収まりつつ、中身が濃厚というほんと素晴らしい作り込みだなって感じましたね。あとはキャラが魅力的。絵柄は細い線で描かれたものではなく、リアル路線というよりはコミカルな絵柄で、人によっては好き嫌いもあるかもですが、キャラ立ちがしっかりした作品なので、誰かしら好みのキャラだったり感情移入できるキャラクターが見つかるんじゃないかなって思います。タイトルにも入っているポンポさんなんかは見た目可愛らしいキャラだけど決して萌えキャラではなく、プロデューサーとしての立場がブレずに描かれているのも良かったし、実はポンポさん自身納得のいくものを求め続けているクリエイターの一人であるという背景に最終的にはじんわり来てしまいましたね。劇中劇マイスターを見終わった後のポンポさんマジで良かったっす。というわけで、絵柄だけ見て敬遠している方は騙されたと思って見に行っても良いかもしれないです。主人公ジーンや新人女優ナタリー、友人アランといったどこか社会で孤立してしまっている、まあアランなんかは生き方を見失いかけているキャラですけど、そういうキャラたちはやはりこの作品では強くプッシュされているし、そんな彼らだからこそ社会に左右されず一直線に進む道を見出すことができるというメッセージも熱い。アニメの表現、ストーリーも相まって見ている人にそういった熱さが深く刺さるようになっていて、僕もぐっさり刺さりましたね。この作品基本映画制作の話なんですけど、アランは銀行員で映画制作とは関係ないキャラ、まあ、そして原作漫画では登場しないキャラなんですけども、彼のおかげで映画好きだけではなくもっと広い層に前を向かせることができて、映画好きの人だけに偏った作品ではなく広い層に楽しんでもらえるように仕上がっているのは非常に好感が持てる作りでした。あとは作品中でプロデューサー、監督、俳優なんかの役割もキャラに乗せて分かりやすく見せてくれて、それがスッと入ってくるんですよね。まるで一本の映画制作を見学させてもらっているような気持ちにさせてくれて、それもまた楽しい。劇中劇であるマイスターの撮影では特にその部分が見えて楽しいし、監督だけでなくスタッフ全員で作り上げていくっていう感じは見ているこっちも高揚感を感じてしまいました。また監督であるジーンが編集で悩んだ時、ペーターゼンさんに言われた言葉、うろ覚えですけど、作品を作る上でその作品に自分自身がいるのかっていう言葉染みましたね。何かを作る、この作品では映画でしたが、その他でも絵や音楽、ゲームだったり、そしてクリエイターだけでなく社会人の働き方、もっと広く言えば人生、まあ、生き方についても考えさせられるような言葉でしたね。果たして今僕が日々やっていることは生き方の中に僕自身はいるのだろうかと、まあ生きていると忘れかけてしまうけど本当は忘れちゃいけないものっていうのを再確認させてもらえたような、そんな気持ちになりましたね。まああとは僕は映画においてっていうか映像作品において音楽ってすごい重要だと思ってるんですよね。まあ、細かく説明しなくてもそこにセリフがなくても雰囲気、心情なんかを表すことができるし、アクションシーンや感動なシーンなんかもブーストをかけることもできる。映画においては切っても切れないものが音楽なんじゃないかなって思うんです。今回作品中で音楽の重要性については語る部分はなかったように思うんですけど、その分この映画大好きポンポさんという作品中の音楽が音楽の重要性を見ている人に説明しているような、それくらい音楽の存在感も強い作品だったと思います。編集シーンの話のところで少し話したんですけど、この作品ではいろんなジャンル、まあ、ロックだったりクラシック、テクノ、アンビエント、ピアノなど様々なジャンルの音楽を場面場面で入れて盛り上げてくれてるし、心情を表すにも一役買ってくれている。
こんなにいろんなジャンルを一つの映画にぶっ込んでるのに世界観が壊れない上にしっかり音楽としての役割を果たしている。そこは本当すごいな、感動しましたね。短い曲だけど、ジーンがナタリーを初めて見つけた時の静かめなトランス的な音楽や、ジーンが初めて編集する時のその時に流れるクラシック的な音楽は個人的には序盤から映画に引き込んでくれました。その後もマイスター撮影が始まってからのトランスだったりクラシックだったりの音楽は本当盛り上げてくれましたね。というわけでいろいろ語れてしまう作品なんですが、僕は個人的に声優も良かったですね。全体的にいい意味で言うことはないんですけども、特にで言えば主人公ジーンの清水博也さんは驚きましたね。はじめエンドロール見た時に、あれこの主人公の声優さん俳優の清水博也さんかなって思って調べたら、やっぱりその俳優さんで、まあ、今回声優は初めてなんですよね。まあ、正直、まあ、当然なんですけども実写で邦画で、まあ、繊細な演技をされるっていうイメージだったので、まあ、アニメのコミカルな演技をやられるっていうイメージが僕はなかったんですね、清水さんに。でも実際は主人公ジーンの引っ込み思案で自信のない感じだったり、まあ、クリエイターとしての奥深さ、意志の強さを違和感なくキャラクタージーンとして見事に表現されてて、そこら辺は本当びっくりでしたね。あとはまあキャラ自体も良かったけども、大塚明夫さんのマーティンも良かったですよね。まあ、渋くて懐が広くてかっこよかった。そしてマーティンのお芝居中とプライベートの時の変化の違いはさすがベテラン声優でしたね。そして最後にですけど、この作品は主人公ジーンを通して編集パートがしっかり描かれているんですけど、まあ、ポンポさんだけの話じゃなくて映画の編集、世の中の映画の編集についてもちょっと考えさせられるところがありましたね。話の途中でポンポさんが現代人に120分の映画は長いっていう話をしていて、まあ、僕自身もすごい共感したんですよね。ジーンのように映画好きには長い時間の映画は苦にもならないし楽しい時間だし、正直僕個人もそのタイプです。ただ短くまとまっているならそれに越したことはないのかもっていうのは心のどこかにずっとありました。まあ、人間娯楽以外にも生活もあるし、まあ、映画に慣れてない人であれば長時間の集中は保ちづらい。もっと現代に映画という娯楽を浸透させるにはコンパクトでかつ分かりやすいというものが必要なのかな、そんな風に思うこともありました。なので今回この作品でそこを語られていて大きくうなずいたし、さっきも言ったけどこの作品自体も90分で収めてるっていうところが本当に素晴らしくて、90分でこんなに濃密な作品が作れるんだって見終わって驚きましたもんね。体感120分に感じる90分でしたね。何言ってるかちょっとわかんないですけど、そんぐらい濃密でした。というわけでこの作品、ストーリー的に見ている人を後押しするだけでなく映画業界に一石を投じる作りになっているっていうのにも非常に痺れました。コンテンツ存続のため時代に合わせて変化するっていうことも大事なのかもなぁなんて思ったりもしましたね。というわけで、もうほんと映画好きっていう人から映画はたまに見るくらいの人にもおすすめの作品でした。ほんと良かったです。では今日はここまでです。まあ、動画にはしてなかったですけども、邦画は実写もアニメも結構豊作でめっちゃ楽しいし、まあ、洋画も、まあ、今クワイエットプレイスの続編も来たし超楽しみですね。まあ、そして久々の動画作りだったけど、やっぱり思ったことを吐き出すのはいいですね。動画投稿は本当はペースを上げて出したい気持ちはあるんですけどね。まあもっと動画をコンパクトにしてペースアップしたいなぐらいには思ってますね。というわけで、ではでは。